はい、コミチャンネルです。今日は、宮本紗友さんが髪を切りに来てくれたので、まあ、そちらの様子を上げていきます。今カウンセリング中で、前回ボブにしたいってことで、インスタグラムの方には載せてるんですが、切ってそれがまあ伸びて、やはり限界で彼女は短いのが好きなんでバッサリ切りたいと、耳半分ぐらい出ちゃったりするぐらい切りたいなっていう感じで、オーダーを受けました。髪色はまあブリーチせずに綺麗に染め直したいっていうことなので、次回あたりはデザインのカラーを入れたりとか、あのブリーチ等も入れてもいいかなっていう相談をしながら、今回はワンカラーで根元を少し明るくして毛先は色を入れてという、オーソドックスな方法でカラーをしていこうっていう内容でカウンセリングをして施術を進めていきたいと思います。でこちらがビフォアになります。結構プリンですね。でまずはカラーから塗っていきます。一旦根元を明るくしてから、重ね塗りっていう手法をとって色をのっけていくっていう今回は施術をします。流しますね。今回は、ボブからショートボブ、結構耳半分ぐらい出るぐらいまで短くしたいってことなので、耳周りから、レングスを決めて後ろの毛とつないで耳周りから攻めていく感じですかねっていう感じで、ちょっとポイントをどこに置くかで決めていくっていうことと、頭の丸みに合わせながらパネルを引き出して切っています。でこれは彼女はめちゃくちゃ直毛さんなので、乾かすだけに基本をして、毛先の方だけストレートアイロンで少しだけ丸みをつけて形をある程度見えやすくしてから切っていきます。彼女に限らず直毛さんは僕はこういう手法できることが多いです。なのであのブローで下手に丸めようとすると、なかなか綺麗に形が決まらなかったりしてしまう場合も多いので、これが一番綺麗に丸みを左右対称に持っていけるんではないかなと思って、こんな感じで全体的に毛先を丸くして形を整えていきます。でこれからドライカットに入っていきます。ドライカットなんですが、こうやってね耳にかけていってもみあげあたりとか、割と耳にかけた時にパラパラっと出てきやすい毛とか、いわゆる遅れ毛って言われるような部分だったりとか、このあたりを、一人一人の顔立ちだったり顔の形バランスに合わせて自然にまずはなじませて、それから後ろ切っていくことが最近マイブームですかね。でしっかり耳周り、これ裏後ろなんです側なんで見えないんですけど、耳周りこういう感じですね。内側の毛をしっかり落としてあげて耳元がコンパクトになるように切っています。ショートの方耳かけることも多いので、この辺りの重み、皆さん知ってる人も多いかと思うんですが、美容師さんはね取ってあげないと耳かけた時膨らんだりしてもたつく原因になるのでしっかり落とします。襟足はね生え癖も強かったりとかするんです。気持ち長めに残してこうやって細かく襟足の生え癖だったり首の形に合わせながら丁寧に毛先を細くしたり量を減らしたりしながら首にフィットさせていきます。結構ずっとこうやって切ってるんで、でちょっとコンパクトになるように上からシザーを入れたりとか、トップは逆にふわっとしやすくメリハリがつくように毛量調整、質感調整を同時に行っていきます。こちら普通のハサミで今一本で仕上げている感じですね。基本すきばさみ最近使わないことにハマっているので、普通のドライカットシザー一本で毛量調整と質感調整両方をやりながら切っていくという手法をとっています。最近すきばさみ封印してこればっかりやってるんで、
だん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 狙い通りの質感がより出やすくなったりとか、まあ基本毎日うまくなりたいなと思ってきているので、まあ、いろんなこと試しながら自分なりに楽しんでカットしている感じですね。はい、カット終わりました。でこの際もドライヤーで少し毛を振ってあげて毛を飛ばすっていうのもあるんですけど、実際に毛を動かして、まあ、漏れがないかとか、変な毛が出てこないかとか、まあ、そういったところを最終チェックして、まあ、なんかそういう毛があればちょっとチェックカットしていったりする場合もあります。でこの後、まあ通常はコテで巻いたりするんですが、今回はストレートアイロンでブローしてあるの でこのスタイルなので、まああまり強いカールはいらないので、まあ、このまま仕上げていきたいなと思います。はい、毛を飛ばし終わってクロス外してスタイリング剤つけて終わりってとこですね。これはローランドのシーソルトスプレーというスタイリング剤で、まあちょっとふわっとした感じというか、まあ、ボリューム感が出やすくなる、もう本当その名の通り、ウビ行った時髪ちょっとごわつくなみたいな、ちょっとボリュームの出やすい感じが出るのあるので、直毛さんにはすごくいいスタイリング剤なんじゃないかなと。でその後少し油分がちょっと強いシャビーマットというヘアワックスを、毛先だけ束をちょっと作ってあげるように、内側から必ずつけていってあげるように、今こう髪に少しなじませていってますね。ある程度ボリュームを先に出してあげてから少し整えて抑えながら形を整えていくっていう手法を取ると、スタイリング剤割とつけるの苦手だっていう方は上手につけられるんじゃないかなと思います。手のひらによく伸ばして少しずつこう毛触ってると思うんですけど、ちょっとずつちょっとずつつけてあげると綺麗につけることができるんじゃないかなと思います。まあ、以上で一応カットとしてはほぼほぼ終わりなのですが、まあこんな感じで、まあ、今日はサロンワークの方を載せていってみました。まあ、今後まあちょっと今度コテで使って巻き髪をしている風景を撮ってみたりとか、まあ、そういうものも載せていきたいなと思いますので、まあ興味がある方は、ご覧になっていただけたらいいかなと思います。それではまた手が空いた時というか、ゆったりした日があればこういった動画を撮って、まあ誰かのためになればいいかなと思うんで、まあ自分でも見て勉強になりますので、ちょっと記録に残しておきたいなと思いますので、まあ、興味がある方はチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではまた。